as I was standing in the street alone. Alone, alone. Her head was down, face locked onto her phone. Phone. おはようございます。今日は6日目ですね。3時50分からですね、登山を開始します。わしばらけ4時35分ですね。登山しました。だいぶ明るくなってきました。日の出まであと30分ぐらいですね。時刻は5時過ぎです。いやー、朝焼けめっちゃ綺麗ですね。あとどうですかね、10分15分ぐらいで日が上がると思います。やり、あそこから来ました。今日ですね、もし空いてればなんですけど、すごろ小屋で最後ご褒美で小屋箱できたりしたいなと思います。5時半ですね、水晶小屋に到着しました。順調に来れております。もう間もなく日の出ですね。よかったです。この旅の最終地点、ついに捉えました。キャプチャーです。水晶、ラスボスですね。いやー、雲の平もすごいな。本当に平らだ。いやー、このビューはすごい。360度行っときますか。
ごいですね。1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、6歩。6歩目です。手法は。ついに水晶だけですね、登頂しました。西方から6日目ですね。最終目的地終わりました。いやー、なんか長いより短かったですね。槍があそこなんで、あっちの言えることは確実にゆっくり自分のペースで行けば、どこまでも行けるってことです。これ何メートルだったかな、2964メートルですかね。今山頂で一人です。じゃあどうせだったら一人インタビューやりましょうかね。トラベラーりょうちゃんさん、どうですか6日で、西方から水晶岳っていうところで、まず率直な感想を教えてください。そうですね、まず率直な感想としては、無事にここまで来れたこと、すごい誇りに思います。そして、当初は16キロ17キロというザックめちゃくちゃ重かったんですけど、背筋が合計でどうですかね15回ぐらい崩壊しましたけど、それでしっかりここまで来れたってことは、めちゃくちゃ自信が持てますし、本当になかなか過酷な旅でしたけれども、来てよかったと思います。ありがとうございます。どうしたかね、一番危険な箇所というか、難関箇所とかありましたか。そうですね、難関箇所といたしましては、唐沢岳から前方に向かうまでの間、そこが下りですね。下りが結構その4時とかそれくらいの時間帯から下ったのもあったんですけど、鎖場があって下りがかなり緊張感がありました。で、後から気づいたんですけど、ロバの耳とかの下りも結構緊張感は強いられましたね。ひだ泣きもまあ危なかったと思います。ありがとうございます。あとは感動したところ、特にここが良かったっていうところがあれば。そうですね、感動したところは2日目の西方からジャン越えて奥方に到達した時に、正直ちょっと泣きそうになりました。重い荷物を背負って何回も心がくじけたんですけど、ついにここまで来た。でその時に40代の方ですとか20代60代の方とも喋って励まし合いながら来て、仲間と一緒にここまで来れたってことで、だいぶ感動しました。どうもありがとうございました。6時半頃から下山を開始してます。見てください、この絶景。
と出会う宝いくつもの夢を語り尽くした、飛び回るほど My way。 この辺は完全にトレランコース。で、こちらですね、和芝経由せずに巻き道で三松山荘行けるそうなんで、こっちから降りてます。ショートカットも兼ねて、で巻き道でこっちから降りてきます。時刻は7時20分ですね。これはなんて読むんですかね、岩苔、岩のり、岩苔のっこしですね。で、三松山荘までは和芝を経由せずに巻いていけるので、でこっちから行ってみたいと思います。こっちも行きたいな、雲の平行きたい。今回諦めましょう。また来ます、雲の平は必ず。で、今日はまだですね、三松山蓮華とすごろく岳の山頂が残ってるので、体力を温存したいので、諦めます。では、巻き道から降りていきたいと思います。なんかここは尾瀬みたい。行ったことないけど。この辺も上の方絶景っすよね。暑いんで全部脱いちゃいました。もうちょっとね、テント場の方に着くと思うんですけどね。テント場というか三松山荘ですね。いや、いい朝の散歩となりましたね。ここ紅葉がめっちゃ綺麗ですね。あれ来すぎた、テント場に戻ってきました。時刻は8時20分前ですね。三松山荘の方に戻ってきました。で、カップヌードル食べようかな。で、水晶はいよいよ裏銀座の秘境っていう感じでしたね。最高でした。じゃあ戻ってきたんで、ちょっとゆっくりしたいと思います。さあ時刻は9時ですね。登山再び開始します。で、カップヌードルをリフィルタイプ、2つシーフードを食べました。で、お腹も休まったところで出発といたします。じゃあラストですね、三松山蓮華とすごろく、この2つの登頂を持って、いよいよ下山となります。朝はノリノリ登山だったんですけど、荷物を全部しょった途端、ノロノロ登山に変わりました。こんなにも変わるもんなんですね。一回軽いのに慣れてしまうと、重い時数倍感じてしまいます。時刻は9時40分ですね。三俣峠まで来ました。で、ここから三俣蓮華岳の山頂を目指します。もうちょいですね。なかなかしんどいです。三松蓮華岳最後の難関ですね。誰か叫びました。来た。
三俣蓮華岳2841m ですね。到着しました。結構しんどかったです、三俣蓮華岳に9時53分到着ですね。いや登ってきました。三俣山荘から登ってきました。絶景ですね。蜂が黒部五郎岳ですね。いや最高です。最高ですね。あ、僕はい、YouTube やってます。はい。はい。これも動画欲しいわ。欲しい。はい。いや、絶景っすね。すごいよ。はい。なんて日だ。すごい、ね。いや、いいっすね。朝方って。はい。傘も見えて。すごろく大地からの。はい。やりつも。そうっすね。これから？これからです。逆光だからね、まだね。ああ、そうですね。はい。もう少し日が回るね。はい。でも、どんどんガスが上がってきたね。あ、本当ですね。あれ、こっち来ます？え？こっち来ますか？もうね、ガス、午後はガスとかなんか。ああ、曇り予報ですよね。楽しんでこないと。剣はちょっとまだ行ったことないんで、来年行きます。本当？はい。で、YouTube だから。楽しみです。はい。あのトラベラーりょうちゃんって調べてもらって。トラベラーりょうちゃん。はい、いますね。もうあの動画、あの、なんつうの、はい、ダウンロードしちゃう。あ、すいません。これもあげますんで、多分来月だったり。あ、本当？はい。僕、あの、西郷から来たんですよ。あ、6日ぐらいかけて。はい。ジャンコ行って。あ、そうです。地震、大丈夫だった？地震は、あの、西郷山荘に泊まってる時に揺れたんですよ。で、テントに寝てて、もう本当すごかったですよ。あの、近く横で誰かがドリルしたかのようにドローって揺れて、で余震もその日だけで10回20回ぐらいで、はい、それでよく行く気になったの。一応情報ストップかかなかった。ストップかかなかったです。はい。ちょっと今あの大先輩からいろいろ6年目だから山々を教えていただきました。6年目勉強になりました。ありがとうございます。また楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ぜひ頑張って。はい、ありがとうございます。楽しかったです。楽しかった。あれ野口五郎、あれが野口五郎。はい。あの高いやつ。あそこ行ったら見えたでしょ、水晶の。見えました、見えました。僕はね。はい。バカでかい。そう。で、ね、赤牛は、赤牛がいますですね。みんな、レッドブルを持って。あ、そうですか。ああ、レッドブル。なるほど。最高っすね。ギャグだけ。けど、ぬるいじゃないですか。絶対塗りたくないですよ。そう。神奈川です。神奈川。はい。どちらですか。これは群馬。あ、群馬。谷川岳。谷川ですか。すっごい。谷川好きでオールシーズン。本当。はい。秋山がいいんだよ。一番好きかもしれないです。あ、本当。はい。よし。じゃあ水晶に。すいません、長丁場。いやいや、話しかけて。楽しかった。ありがとう。また。頑張ってね。はい。ありがとうございます。バンバン辛口コメント。はい。お待ちしますんで。ありがとうございます。今日山好きですかっていうインタビュー。したっけ。今日山好きですかって聞かれた時にどう答えるか、今日僕は答えます。山大好きです。めちゃくちゃ好きです。なんか自分があの行った山の話、知り合った人が行った山の話、いろいろ共有できますし、すごい変態なことをしている人たちもめちゃくちゃいるんで、あの話を聞いていてめちゃくちゃ面白いですね。で、先輩方がいろいろ山の知識や
いろんな情報を教えてくれるので、本当に山は人と人をつなげていくと思うんですよ。中道稜線分岐ですね。まあこっち中道に行ける分岐です。で、今日はスゴロクなので、スゴロクだけの山頂を目指すので僕は上に行きます。で、この分岐の通過時間としては、11時20分通過ですね。あそこです。あと40分、12時には山頂に通けてると思います。では行ってまいります。最後ですね、三ツ俣蓮華岳からスゴロク岳の山頂までのチャンピオンロードを駆け巡っております。最後激登りですね。いいでしょう。受けて打倒スゴロク。残念ながらちょっと山頂付近はガスっちゃってるんですけど、ちょうどいいガスの切れ間があればいい写真が撮れると思います。やりました。スゴロク岳2860m 登頂です。これで目標としていた全ての、山を制覇しました。お疲れ様でした。ちょっと残念ながらこっち側からガスしちゃってきてるんですけど、若干ちょっと山頂でゆっくりして、今日の最終目的地スゴロク山荘まで降りたいと思います。ようやくスゴロクだけ、まあガスしちゃいましたけど、2860m 登頂しました。11時42分に登頂しましたね。で、11時52分に、下山をいよいよ開始します。で、これからは下山の旅になるんですけど、スゴロク小屋に、行って、小屋が空いていれば小屋泊、小屋が空いていなければテント泊ということになります。で、さっきですね、会った人が言うには、あのすれ違った人が、あの小屋が空いてないんで新穂高まで降りるんですよって言ってました。だからもしかしたら今日は残念ながらテント泊になるかもしれないですね。いや、やりきって自然と笑顔になりますね。周りがちょっとガスっちゃいましたけど、わしばと水晶さんだけは綺麗に私の下山を見届けてくれるようです。ここからちょうど降りてきました。よいしょ。もうすぐですね、小屋も見えていて、もう少しで中道と、巻道、そしてスゴロク岳の道の3つの分岐に着きます。で、その分岐が終わったら下り、多分どうだろう、20分ぐらいで、スゴロク山荘にたどり着きます。じゃあ巻き道分岐ですね、スゴロク小屋に戻ります。おとといはこっちから巻き道行きましたね。スゴロク小屋まで戻ってきました。今日3時50分から出発なので6時間40分の参考になりました。ちょっと人が多いんで小屋は空いてなさそうですね。まあ、ただちょっとワンチャンスで聞いてみたいと思います。お疲れ様でした。
今の僕の表情から転倒場がになってしまったのか、すごろく3層で声が取れたのか当ててください。5秒待ちます。いきます。よーいスタート。ということで答えは両方叶いませんでした。というのも、すごろく3層さんグループではテント泊は事前予約が必要というルールのもとやっています。で、他の山荘さんですと、まあ、当日先着順で埋まるまで全然OK、 当日でも OK だよっていうところもあれば、まあ、残念ながらすごろく山荘さんは事前予約制ということでテント場が借りれませんでした。で、小屋ももちろんいっぱいで無理でしたので、この次の新穂高に向かう最終目的地の鏡平小屋っていうところがあるので、そこですとここから1時間40分ぐらいなので、到着は3時前になっちゃいそうなんですけど、向かいたいと思います。今日はですね、自分へのご褒美として鏡平小屋に泊まることといたしました。ではもう少しですが旅のお供お付き合いください。じゃあ行ってまいります。今ですね、鏡平山荘小屋まで無心で、ひたすら無心で降りてます。で、まあ、予報通りですね、こんな感じで全部ガッサリちゃってます。で、明日は午前中が晴れだと思うんで、鏡平から新穂高までは晴れると思うんで、そこで景色を楽しみたいと思います。今日はもうダメですね。まあ、ただ朝一から午前中めちゃくちゃ景色を楽しんだんで全然問題ないです。今弓折りのっこしのところを通過しました。で、無心で降りてるので時間の確認はしません。もう無心です。全く見えないですね。ほら、これが何を示唆しているのかというと、お前はもう穂高連峰も槍も登ったんだから今は下山に集中しろと。登ったルートに、あ、俺登ったなってうつつを抜かしてないで、今は下山に足元をしっかり見て安全に、下山しろと、そういう示唆を山の神がくれてるわけですね。感謝いたします。鏡平にもう着きました。1時間15分ですね。今日の最終目的地です。なるほど、池があるから鏡平なんですね。じゃあ今日はここでゆっくりして、明日の下山の体力を備えて、運転もあるのでしっかり休みたいと思います。6日目は以上になります。お疲れ様でした。次回最終話、セブンデイズの超登山旅グランドフィナーレ。